なんか投げ込んだり、あ、鮭行け、お前。お前行ってこい。行ってこい、お前。素晴らせろ。ナイスや。はい、どうも、鈴木です。今回ですね、ガチマッチとかレギュラーマッチとか、サモランじゃなくて、目の前でね、目が合ってるんですけども、目全く合ってなかったですね。マンホールジジイのところに行こうかなと思います。はい。で、このマンホールジジイね、これヒーローモードって言うんだけど、ワン、ツー、スリー全部あんねんけど、これちょっと、やっていこうかなと思う。ヒーローモードめっちゃ面白いらしい。今作。毎回面白いんだけど、俺、あんまヒーローモードをね、やってるっちゃやってんねんけど、一周ぐらいしかやってなくて、そこまでやり込んではいなかったんよね。うん。あ、これあれやん。一番最初の、スタート地点じゃん。お、そうや。一番最初の、あれや、チュートリアルのところや。まあ、今回もあれやん、あれなんやろ、確か。電気ナマズがおらんくなったっていう。毎回こいつがマンホールからな、現れて、そこに行くと、ストーリーモードが発生するって、ヒーローモードやな。タコが来よる。はっ、おお、取り乱しすまんかった。わしはニューカラストトンビ部隊の相談役をしておる。当たり目じゃ。いい目をしておる。お主のような若者を待っておったんじゃ。すごいな、めちゃくちゃ映像が綺麗になってる。バングラ町のエネルギー源オーデンチナマズが、消えた事件を知っておるか。まあいつも通りやね。はい、いつも通り消えますね。オーデンチナマズはワンからずっと。あれはタコ軍団、オクタリアンの仕業じゃとわしは睨んでおる。過去2回オーデンチナマズが失踪しておるが、どちらの原因もオクタリアンじゃったのでな。わしはもうニューカラストンビ部隊を引退したが、気になってキャツラを見張っておったんじゃ。キャツラ頼む、わしに協力してくれんか。キャツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。あ、これいつも通りやね、マジで。あ、待って、小ジャケが見て、後ろのカバンの中入ってる、かわいい。まあヒーローモードは毎回タコと戦うんよね。俺さ、ワンツーのヒーローモードやってんけどさ、ツーのオクトバストラベラーっていうのをやってなくて、まあ先にスリーのヒーローモードやってんだけど、いつかそっちのツーに戻ってオクトバストラベラーやろうと思ってんだけど、まだイカとタコの関係さよく分かってない。黙っとるちゅうことはイエスちゅうことじゃな。答えは沈黙です。よし、今日からお主をニューカラストミ部隊の隊長3号に任命する。キャツラのインクに対抗できるよう、その特製のヒーロー装備をくれてやろう。え、3号なん？え、1の時が3号じゃなかった？もう2号やったっけ。1が3号、え、1が2号で、2が4号で、こいつが3号。え、覚えてないわ。なんか1、2、ストーリーヒーローモードってのはなんかな、名前じゃなくて1号、2号、3号、4号、確か4号までいたんじゃなかったっけな。確かサイズもぴったり、一度ゆったりしておるが、まあ問題なかろう。前の3号のお下がりじゃからな。あ、前の3号か。あ、じゃあやっぱ前も3号やったんや。俺の小ジャケ、この小ジャケの髪型めっちゃ気持ち悪くない？俺あんま好きじゃなかったけど、適当に選んでもたんやな。さっきから気に入ったが、この小ジャケはお主の相棒か。うむ、やる気満々じゃな。小ジャケは一応仲間なんか。では改めてレッツゴー、イカよろしく。小ジャケね、小ジャケなんて役に立つんか、こいつ。はい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 。まあ普通のね、チュートリアルやからね、チュートリアルじゃヒーローモードはね、まあ普通のスプラトゥーンをやるねんけど、まあいくらとか集めて武器強化したりみたいな。お、すげえ、何調べる。それはニュークラストンビ部隊の司令の似顔絵じゃ。よく書けておるじゃろ。ほう、司令は先代の3号として活躍しとったんじゃよ。司令、あ、先代の3号がもうボスになってんの今。お主、司令のことを知っとるんか。もちろん知ってる。おお、わしらも有名になったもんじゃ。どうじゃ、その似顔絵そっくりじゃろ。まあなんか違う。知りのページはなかった。ページはなかったか。はて、知りはどんな感じだったかの。知りのヘアスタイル思い出そう。え、なにこれ。え、待って、知りもあれなん、知りもあれなんや、変えれるんや。まあここも適当では。はい、おお、まさしく知りじゃ。助かったぞ3号。男か女かを決めれたってことかな、知りが。どっちか。キャンプ、あ、待って、これあれや、人形の小電池ナマズみたいなやつ。これ名前知らんけど、一回クリアした後はこのダミー人形みたいなのに置き換えられんねんな。これ何？え、何これ、これ何なん、この赤色の気持ち悪いの。そこら辺にくっついてるケバインク、ケバインク触らない方がいい。うわ、ほんまや。え、え、ほんまや。なるほど、知るんや。大丈夫か、ケバインクには注意して進むんじゃ。これ触ったらあかんねや。なるほど、これは触らない方がいいと。こんなんなかったもんな、ワンツーでは。触ったらボンじゃん。オッケー、
3号道を塞いでるケバインクが見るか、おそらく丸っこいのがコアじゃ。あのコアがケバインクを支えておると見たが、やつにはインクが機械にようでな。ほうほうほう。ひとまず無視してタコの基地へも、タコ基地を探してくれ。んこれか、これじゃ、これか、これか。ああもうこれステージなんや。え、ちょっと待って、あここからもうステージなんや。なるほど、来た。あ、イカちゃん後ろにいる。衝撃クレーターの奥地にタコは存在した。よし、タコは張り切っていくぞ。はい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 。これね、ちょっとなんかフォーミングみたい なんかフォーミング、あ、これ、え、待って、なんか着地あるやん。周囲を見渡して、あ、これまあチュートリアルみたいなもんやん。え、なんか着地がもともとあんねんけど、ウルトで、ウルトじゃない、スペシャルで。ワンツーは確かスペシャルはなんか道中に入ってる宝箱とかでゲットできたんやけど、今なんかもうすでに着地がある。しかも着地ってさ、サモランとさ、もしかしてさ、サモランとヒーローモードだけ？だってあれないもんな、着地見たことないもんな、普通のあの縄張りとかレギュラー系で。はい、ジャンプポイント。まあいつも通りやな、これ。一応ワンツーはね、やってるっちゃやってるからな。ミステリーあれやろ、どうせ。あれ、今作もちゃんとミステリーサークルと鮭みたいなのを集めなあかんわけやろ。スイッチじゃ塗ってみ。これ塗ったら向こうの方が。ん？待って。こうでいい。あ、OK。え？の、ん？ん？え？待って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 。ボムじゃない？投げんの。どういうこと？何こいつ。ボムじゃなかったんやけど投げんの。小ジャケやん。あ、小ジャケを投げるようになった。ボムじゃなくて小酒投げるようになったんや。ほい。ボムは投げれへんの？じゃあ逆に。なるほど。そういう仕様になったん。面白いな。小酒投げんにゃ。どこにあるんやろ。まあまあ、あのミステリーサークル系がね、ミステリーサークルちゃう。ミステリーファイルか。ミステリーファイルがね、なかなかね、そんなとこにあんのみたいな、ステージの裏側とかによくあるから。よく探さなあか。はい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 。まあ、序盤は多分簡単な分かりやすいところにあると思うんだけど、後半になってくるとマジどこにあんねんっていう。R で小邪気に助けてもらえんか。これってさ、投げてみたら、あ、壊してくれんやん。はあはあはあ、なるほどね。落ちてったくね、小邪気。なるほど。今回は小邪気に助けてもらうんや。こんな感じで。了解了解。で、次あっち行こうか。はい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 。まあ、でもいつもの、あれとは変わったところないけど、あ、あまや、いつものヒーローモード変わったところはないねんけど、ただもともとの銃がちょっと強いような気がする。2の時、1はあんま覚えてんねんけど、2の時初期武器のね、銃がクソ弱かったよね。こんなに連射できんかった。強化していかなかったんだ、確か。はい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 。あ、タコトルーパー。はいはい、いつも通りのやつやな。これもいつも通りの敵や。この辺はまあ、そんなにね、チュートリアルって、本当に。はい。ただ、ミステリーファイルがね、どこにあんやん。あれ？ここのステージにはミステリーファイルってないんかな？まあ、とりあえずいいか。これでゲットか。はい。お、なんか、めちゃくちゃええやん。なんか、こんな終わった感じの、映像めっちゃええやん。かっこええやん。なしやったぞ、3号。わしの若い頃を思い出すわ。電池ナマズが囚われておったが、こいつもエネルギー源の一種じゃ。大電池ナマズもこの先にいる可能性が高いぞ。え、これ、さ、あれな、ファイルは取らねえの。ないんかな、よくわからへんわ、正直。こいつは、ああ、すめん。ああ、コアがある限り無理か。ぬ、相棒の口開けがないや言いたげじゃな。そうじゃ、小邪気はいくらでパワーアップすると聞いたことがあるぞ。ほう。R を貸し出し込んでいくら上げてみるんだ。なにこれ。あの毛玉に投げつけてみる。はい、わかりました。なるほど。なるほど。おう、コアを食べよった。小さな体でパワフルじゃの。これで先に進めるわ。あ、今回のあれなんや。いくらの使い道ってこいつなんや。なるほどね。え、これミステリーファイルいらんのかな。まあ いや、とりあえず行ってみるか。まあまあ、後で拾いに行きたいしな。必要やったら。ミステリーファイルなかなかね、面白いんだよね。あ、これで？はい。え、これ足りひんくなるくない？ちょっと、大丈夫？あ、なにこれ？なにこれ？え、これなに？
びっくりネジ。置物か。へえ、なるほどなるほど。あ、これも壊さなあかんのか、もしかして。ほい、オッケー、ナイス。あ、でここにステージが出てくると。なるほどね。あのミステリーファイルっていうのはね、大抵どのステージにもあって、まあ、よく、まあ、分かりにくいところに隠されてるのよね、毎回。でそのミステリーファイルはなんかね、まあ、裏設定みたいな、この世界の設定みたいなのがいろいろ書かれてて面白いのよね。1、2あったけど、俺2は集めてないけど1は全部集めてた記憶あるわ。疑惑、インクの沼に、怪しい、インクの沼の中央に怪しい影を見た。すげえ、なんかめちゃくちゃでかいな、このステージ。あれ気になるな、あの鉄板みたいな、あれなんなんやろ。よし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 。じゃあインク、インクじゃないわ、イクラ結構大事やな、多分。イクラ結構大事。あ、イカリンクやこれ。はい、ん、これなんか、これロックオンしてくれるんだな、これ。これなんか拾ってくれるの、これ。そんなことや。そんな感じじゃないか、別に。拾ってくれるわけじゃない。あ、使っちゃった。ミスって使っちゃったやん、スパちゃん。まあいいや。あれ使ったところでやし。はい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 。こういう裏気をつけてね、裏。裏あるからね。ミステリーサークルないんか？ミステリーサークルちゃう。毎回間違える。あ、そうだ。あっち、取って。あれ、ミステリーファイル。あ、待て、色塗ったらまだあれなんや、着地貯めれんや。へえ、これ多分着地だけじゃないよな、絶対使えるようになるの。他のやつも使えるようになるよな、多分。この裏怪しいです。待って、この下ないか、なんかないか。なんもねえな、なんもねえな。ジョバマまだないんかな、どうなんやろ、わかんねえ。ミステリーファイルあったらね、撮りたいねんけどね、面白いからね。オッケー、こいつらも倒しとくか、このザコも。ザコ倒したら多分、いくらもらえるよ。いくらほら、一個だけか。まあ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 。大事やからね。はい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 。あ、いつものなんか爆弾の容量でさ、小じゃけ投げてまうけど。こいつ、爆弾じゃねえし、爆発せへん敵。特になんもない？え？これ濡れんの？あ、マジ？あ、見た。じゃ、まあだから爆弾じゃないねんて。え、こいつ濡れんのよ、ここ。これ、ほい、あ、待って、すごい、思ってたと違う。あ、これぐるぐる回っていく感じ。待って、これ下は、アイスどこ下。オッケー、何もないか、別に下。あ、この上も登れんのか。おいおい、これどうやって、どっから行ったらいいんや、これ。どっから行くのが正解なんや、これ。一体どこから行くのが正解なんや、これ。こっち？こっちは何？あ、これもうゴールや。ちょ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 、ゴールは、ゴールはまだ早い。ゴールはまだ早い。ここ、あ、で、ここで順番に？はい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 。あ、え？あ、で、もう一回一周回ってきたんや。あ、なるほど、こうぐるぐる回る感じか。はい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 。よし、じゃあこれで、これ倒して、普通に、ゴールド。オッケーオッケー。ミステリーファイルがないねんな。サンゴよ、グッドじゃった。しかし、タコのやつら、見た目が変わっておったの。前はもっとこう、ツルッとしておったはずじゃが。イメチェンというやつじゃろうか。まあ、どんなタコが相手でも、最新式のスーツがあれば問題なかろう。むー、なになに？近くの敵などマーキングする高性能センサーをはじめ、ハイテクな機能でがてんこ盛りです。じゃあ、ほう、装備の性能を正しく理解です。戦場の鉄則。どういうことや、なんかあんのか、いろいろ。特殊能力みたいなのが。じゃあ、次行くか。で、これで、これ、貯めて、ポン。そしたら、これだけやってくれると。てか、あれや、ホタルとかとはいつあんや。あたりとホタルじゃ。足を滑らせて、クレーターの底に落ちんようにな。おー、怖いな。確かに怖いな。おお、危ねえ。飛び降り先の安全を確認されたし、危ねえ。今飛び込むところだった。で、どこや、こうか。はい。で、これで、あ、あれ、ちょっと待って、どこ行った。はい。あれ、ちょっと待って。じゃあ、ここ、あれか。こっからか。こっから、こうや。
なるほど。これだいぶでかいな、でもステージ。一面にしちゃ。結構ありそうやね。で、こう3面の1の3と。オッケー。回帰、閉ざされたドアに〇〇を発見。よし。オッケー。で、イクラはちゃんと取っていかないといけないね。お、なるほど。ドアがある鍵を見つけろってことやな。はいはいはい。多分ここに鍵があるでしょう。はいはい。このパターンね。鍵見つけるパターンね。で、はい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 。あ、これあれなんや。ギーってあの、人状態で用できるやつじゃないんや。俺あれ好きやねんけどな、あのギミック。はい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 。で、開きます。あ、これ、すごい厳重。すごい厳重。遠くに横転したまずが見える。あ、ほんまや。あそこか。あそこに行かないといけないんや。あ、なるほど、なるほど、なるほど。だから要するに、こうやって2個通すのか。あ、オッケー、ナイス。こじゃけ言うのやね。はい。まだやっとるわ、こじゃけ。もうええねんぞ、お前。こじゃけでも有能やね、これは。で、これは取りたいね、これ。あ、これ、え、これ濡れへんよ。どうすんの、これ。え、これどうすんの？こっちからじゃないんか。こっちからではないと。とりあえず、こっちじゃ塗る？こっち塗る？こっち塗って、あ、いるね。あ、こいつも懐かしい。飛ぶやつ。はい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 、はい。あ、鍵で聞いてで、ここで一個、あ、ここで一個開けれて、で、これ使って、で、これ飛び降り、する、あー、飛び移れる、ラッキー。はい、ナイス。で、ここにもう一個ラストあるのか、鍵が。オッケー。これで全部開けます。で、もう一個。開けます。はい。で、ここゴール。あれもこれゴールや。あら。あら、ちょろい。ぬるいですな。まあ、序盤の一面やしね。はい。オッケー、ゴール。その調子じゃ3号。にしても、このタコは不気味じゃわい。毛の分厚いのに、魂はペラペラ中華。おしゃだけではちょっとばかし心もとないの。よし、通信機で助けを求めるぞ。レジオチェック、レジオチェック。こちら当たり目どうぞ。お、来た？誰？こちら2号どうぞ。あ、2号、ん？あ、ちゃうわ、そうや。あたりとホタルが1号2号や。忘れてた。1の時そうやったな。で、主人公が3号や。え、4号は誰やったっけ？ 4 号があれか、オクトパストラベラー。違うわ。2のヒーローモードか。覚えてねえわ、全然。で、おじいちゃんじゃん。また勝手に歩き回っとんのね。1号おじいちゃん、ほっつき歩いてるっぽい。行き場2号おじいちゃんを、確保せよ。ラジャー了解、以外よろしく。懐かしいなぁ。全然出てこへんからなぁ。ヒーローモード以外でも。消えてもうた。でも1号も2号もせっかちいかんなぁ。ザザ、ザザザザ。ギギギギ。誰これ？あた、みつ、たぞ。ん？何これ誰？ん？どうも、無線の調子が悪いよじゃの。前か、気を取り直してレッツラゴーじゃ。おい、なんか、盗聴されてたんちゃうか、今。誰やい、あれ。さあ。そんなことより次の場所へ。これは何？あ、元に戻れるよってこと？ここで。あ、なるほどね。あ、真実の設計。で、ここでなんかゲットできる。あ！カードバックやっちゃう。カードバックやっちゅう。こうか。届かない。はい。オッケー。オッケー。よし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 。これで4番目。危機、地元住民恐怖する謎の危険生物とは。確かになんかタコ、ちょっとモサモサ感出たな。前確かにツルツルやったわ。吸盤もなんか吸盤っぽかったもんな、もっと。あんなキムクジャラじゃなくて。あ、いるね。ほい。まあなんか訳があるんやろね、多分このキムクジャラにも。しっかりと。裏とかね、あのね、もうワンツーやってたらね、この裏とかめっちゃ気になっちゃうのよね、これマジで。多分やってた人やったらあるあるやと思うんだけど、こういうさ、下とか見たい。あ、何これ。なんか、あ、これなんや。これ動いてるだけか。お、気になんな、お前。こういう動く、ギミックされるとね、ちょっとね、なんかね、下とかね、実は中に入れるんじゃないか、みたいなね。気になっちゃうんですよ。で、そこにミステリーファイルがあったりね。
するんじゃないかってね、気になっちゃうんですけど、ミステリファイルないんかな、もしかして。ミステリファイルない感じか本作。こんなことある？ミステリーファイルがないスプラトゥーンってある？ヒーローモード。ミステリーファイルがないヒーローモードはもう、夏休みのない8月のと一緒やで、こんなん。あ、で、これ全員倒したら上がれると。はい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 。もうでも言うて、ゴール近そうやけど。なんやあの上。え、なにあれあれ。あそこまでまた行けるんかな？この、でっかい、柱みたいなやつが、また上に上昇していくかな、これ。どうしよう。これ全員倒したらいいかな？はい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 。なんか、いくらがもらえる量もちょっと少なくなったそんなことない？オッケーオッケーオッケー。アイアーマー。いいね。かっけえな、見た目ほら。見た目めっちゃかっけえな。これ上がっていくか。あー、上塗るのめんどくさ。ここ塗るのめんどくさい。おい、ここ。オッケー。で、これね、潜伏してたらね、こうインクの中入ってたらね、相手わからへんのよね。あいつら。あいつらね、気づかへんのよ。バカだから。いた！突撃、いた！で、終わりやな。オッケー。まあ、ヒーローモードはな、結構タイムアタックみたいなのが多分やってる人多いかな。うん。結構多いと思う、タイムアタック系やってる人が。うん、見事じゃ、サンゴ。さてと、夜間は あらかた見て回ったはずやが、他に怪しい場所はないかの？ほう。夜間は、なんかあるんかな？他に怪しい場所。さてさて。1000？ ギリ足りるけど、俺。待って。落とすかな？ギリ。ギリ足りるけど、あ、これがコアの中心部？あ、これがラストなんや。だから1000も必要なんや。お。なんか BGM が。何？おい、何あれ？何これ？あ、来た！わさび、わさびのやつや。DJ や、DJ。ボス。え、こいつラスボスじゃん。最近のしもべたちが、失踪していたのはな、貴様が眼形か。ぬぬ、お主は DJ たこわさ将軍。そう。こいつワンツーのボスやったよな。あれ？ワンはちゃうかったっけ？ツーは確かこいつやってん。これな、たこわさ将軍2のね、たこわさ将軍のね、ラスボス戦めちゃくちゃいいのよ。特にあいつ、1号2号が出てきたところの、もうあそこのね、もうほんまにあそこめっちゃ好きなんよ。もう言葉できひんぐらい。うん。ここであったか107年目。大年次玉図は返してもらうぞ。3号、キャッツはたこ軍団のボスじゃ、とっちめてやれ。何を言っているのか。ん？わからないが。来た。我らの戦う、我らの戦う定め。来た。え？もうここで勝負？ってことは、こいつは今作のラスボスじゃないんか。ちなみにね、こいつ将軍なだけあってね、クソね、めちゃくちゃ神 BGM やね、戦闘中の音楽。あ、変わってないね、あんた。仕様。来いよ、ほら。来いよ、ほら。来いよ、ほら。おいおいおい。んなぬるい。こんなぬるい攻撃で、あんた。うちを倒せると思ってますん？何早こいや。ドリルパンチやん。ひとまず、あぶね、こいつ、これは無理なんか。あ、地面のみ、ね、飲み込んだ後、地面が飲み込んだ後、あれか。弾かしたらいいんか。何地面が飲み込んだ後って。これは普通のパンチ。はい、オッケー。おー、はい、おっと、あ、来た。はい、さよなら。いいね。まさかラスボス戦が、ラスボスキャラが、ワンステージ目に出てくると。あ、何これ。あ、掃除機や。これ絶対発射してくるやん、じゃあ。まずい。え、発射してこいの？絶対発射してくるやろ、その後。吸い取ったやつ。うわぁ、めんどくせぇ、何それ。何それ。おい、どういうことなんか内向だ。あ、鮭行け、お前。お前行ってこい。行ってこい、お前。素晴らしいろ。ナイスや。ナイスや。小鮭をおとりにして。小鮭を犠牲にして。おい。
あいつもしかしたらこのステージ死ぬかもしれん、あの小ジャケ。相棒やったけど。すまんな。でもこの先行くためにはお前の犠牲も必要なんや。すまねえ。さあ。はい、これ弾き返す。帰ってきた。さあ。オッケー、もう一回吸い込むか、お前。ん？何するつもり？何、何、何、何？ま、な、何するつ、何するのかわからん。吸い込むよ、早く。おい、ほら、行け！行け、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 行け！行け、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 行け！あら、かわいそう、あいつ。ちゃんと詰まってるし。すまねえ。すまねえ。この世界のためなんや。これ、小ジャケ、投げれへんのか。こいつ、小ジャケ投げたらどうなんやろうと思ったけど。もう電力が足りてへんや、この世界には。そのためにも、小ジャケ頼む。あ、これ。ラストか。ん？何それ。何する？あいつやる気がみなぎってくる。油断するじゃないぞ。これは返せるな。あはポップソナー。なるほど。新しい新スペシャルの要素も増やしてると。あはなるほどね。あ、いけ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 。いやー、びっくりした。飛んでくんな、急に。さあ、来い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 。はいはい、ドリルね。返しますと。はい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 。こじゃけ、頑張れ頑張れ。いいぞいいぞ。お前有能や。お前クソ有能や、こじゃけ。はよ。あ、来いや。あ、来いや。はい、今回。これね、あのね、一回ウェーブ来るから。オッケーオッケーオッケー。これで返す。オッケー。あと一回ぐらいか？あと一回ぐらい返したらいいか、これ。おい、こじゃけ行ってこい。はい。なあ、ちょっと待って。嘘でしょ。あ、無理か。吸い込まれるときは無理なんや。次のターンからか。このターンから。はい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 。オッケー、いいね。まあ、ヒーローモードって結構初心者用のな、なんかチュートリアル的な要素がいっぱいあるから、多分、ある程度ヒーローモードクリアできるんだったら、多分それなりに戦えるのよね。レギュラーマッチとガチまで。あら、まさかのラスボスやと思ったやつが、一面で出てくるとは。こいつは実は敵ではなかった。タコワさん地味になんかあれないよな。足ちっちゃいのよな、こいつ。ぎ、なんと強い装備だ。む、オーデンジナマズを持っとる割に弱いの。タコワさん、もう、猛録したんか。オーデンジナマズなんて知らないぞ。むむ、そうなのか。いや、いや、しかしの、ほんじゃ、一体誰が。え、の、ケバインクが、な、なんじゃ。あ、今作、新しい敵が出てくるところ。最後、助けてくれー。え、新しい敵が出てくるってこと、今作で。スミリンゴ、スリミリンゴや。お、ニンテンドープレゼンツ。え、なにこれ。あ、これ PV で見たところや。これ地下世界ってこと。うわ、スプラトゥーン3おしゃれすぎるやろ。